クリシュナ・モハン・シュレシュタとその妻の像クリシュナ・モハン・シュレシュタは、ネパールの武装警察の長官。ネパール内戦の最中、マオイストによって殺害された。2003年1月25日朝、シュレシュタは、妻と共に朝のウォーキングに出かけようとしたところを、首都カトマンズ近郊の自宅付近で射殺された。政府は、マオイスト総統における最高責任者を失ったため、 マオイストと和平を結ぶことにし、1月29日に、停戦に合意した。だが、7ヶ月後に、この停戦合意は、マオイスト側に撤回された。h t t p w w a l b a c o m news、マオイスキルチーフネパールアームドポリスフォース、h t t p w w n t i m e s c o m 2003 一二十六ワールドネパールスポリスチーフキルド html ハット http コロンスラッシュスラッシュアーティクルズ .cnn.com スラッシュ2 0 0三ダッシュ0一ダッシュ二五スラッシュワールドスラッシュネパールドットアタック一マウイストレブルズネパールポリスロイヤルネポレスワーミー s イコール pm A J ジャ cf ハット a b c サイ世界歴史総書ネパール全史 P684 ありがとうございます。